ローガン軍は、アメリカ合衆国コロラド州に位置する軍である。2018年現在、人口は2万1528人である。軍庁所在地はスターリングである。アメリカ合衆国統計局によると、この軍は総面積4778平方キロメートルである。このうち4762平方キロメートルが、陸地で16平方キロメートルが、水地域である。 総面積の0.34%が水地域となっている。2000年現在の国勢調査で、この軍は人口2504人、7551世帯及び5066家族が暮らしている。人口密度は4平方キロメートルである。2平方キロメートルの平均的な密度に8424件の住宅が建っている。この軍の人種的な構成は、 白人91.65%、アフリカンアメリカン2.05%、先住民0.64%、アジア0.40%、太平洋諸島系0.07%、その他の人種3.77%、および本欠1.43%である。この人口の11.90%はヒスパニック、またはラテン系である。 この軍内の住民は24.70%が18歳未満の未成年、18歳以上24歳以下が10.80%、25歳以上44歳以下が28.30%、45歳以上64歳以下が21.70%、および65歳以上が14.50%にわたっている。中央値年齢は36歳である。 女性100人ごとに対して男性は112.00人で、ある。18歳以上の女性100人ごとに対して男性は114.60人で、ある。この軍の世帯ごとの平均的な収入は32,724四米ドルであり、家族ごとの平均的な収入は42,241一米ドルである。男性は28,155五米ドルに対して、 女性は21,110ベイドルの平均的な収入がある。この群の一人当たりの収入は16,721ベイドルである。人口の12.20%及び家族の9.00%は貧困線以下である。全人口のうち18歳未満の13.40%及び65歳以上の10.90%は貧困線以下の生活を送っている。 アメリカンファクトファインダー、ユナイテッドステイツセンサスビューロー、http://factfinder.census.gov2008 年1月31日閲覧。ありがとうございます。